はい、今日もね楽しい水彩画の始まりです。まず少し濡らしてからね、ほらこんな明るいねちょっと紫系のね色をスーッと塗ります。今日の絵はねリズム感ですね。リズムを生かして描く、そんな感じでやってみたいと思います。ほらブルーとイエローで混ぜてできたグリーンですね。でもここにまた元のイエローを足したりしてね、いいでしょこんなのを描いてね、楽しいですね。これもリズムですよ。青っぽかったり黄色っぽかったりね、一つのね色や調子にならないようにしましょうね。画面の中で何か音楽のようにねリズムを作っていくっていう感じです。さあちょっと引っかきましょうね。これも長くやったり短くやったり、このように幅広くやったり。さあこれは何かな、わかります？では今度はまたイエローの、ね、レモンでスーッと塗ります。これも太く描いたり細く描いたりですね。リズムですからね、同じようにならないってことですよ。さあどんどんできてきます。うん、いつものピンクもね乗っけてみよう。こうですね。もう水彩ですからね、もう偶然の効果もね楽しみながら、うん、こうやってみたり、またこうパッパッパッとね飛ばしてみたりね、これが面白いんだね。ね、どんどん色も加えて、今度引っかいてますね。これもリズムです。何かこう描くときにちょっとね、なんかご自分の好きな歌かなんかをね口ずさみながらね描くといいかなとも思いますね。さあ何でしょうね、これはもう分かったかな。ヒューヒューヒューとこんな感じだね。さあここのとこね少し形をね作ってみましょう。あなたの想像していたものかしら。柴崎はねあんまりこういう時ね何かきちんとねもの考えてないんですね。うん、だいたいこんな雰囲気かなみたいな、でそんな感じでね描いてますよ。で右を描いたり左を描いたりね、リズムですからね全体のねそういう強弱を見ながらね描いてます、ね、こんな感じかしら。どうかな、ね、こう描いたとこまた壊したりしてもいいですね。さてこれですけどね、うん、こう書いたところで分かったかな。分かったね、うん、これも大体なんだよね。そしてさあいよいよもうねリズムですよ。トン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 とね、もう本当に楽しくね、次々とね
原色を点描でね、の上にね重ねていきます。とてもほら筆使いがリズミカルでしょ。こう筆がね何かダンシングしてるみたいなね、そうやって描くと描いてる人も楽しくなると思います。さあではこれここですね、何になるのかな。実はもう柴崎はこの段階ではねあんまり細かいこと考えてないんですね。こんな感じかなみたいなね、そんな雰囲気で書いてます。うん、どうですか、あなたに予想が当たりましたかね。えこんな感じかな。さあじゃあだいたいね全体塗ったので剥がしてみて、はい、これでね出来上がりです。はい、どうでしょうね。今回はねリズミカルな表現でお花畑ですね。そこにね子供が2人楽しく遊んでいるというような絵でした。いかがでしたか、楽しんでもらえたかな。はい、ということで、ご質問ご相談コーナーの始まりです。今回のねご質問者ちょっとね読み上げてみましょう。浜さん、浜さんという方ですね。浜さんこんにちは、質問ありがとう。柴崎さんこんにちは。はい、こんにちは。僕は16歳の高校1年生です。いいね、若くていいな、羨ましいね、高校1年生。うん、それで私は筋トレが大好きです。筋トレ、筋肉トレーニングだね。こう腕立つとかいろいろやってんだね。自宅でよくトレーニングをしています。へえ、そうなんだ。しかし友達は私のことをゴリラとバカにしてきます。そうなんだ、ゴリラってねこれだって言われてんの。うーん、バカにされても前向きに考えられる方法を教えてください。もう浜くんかな、男の子かな。とにかく浜さん頑張れ、ね、ゴリラ、ゴリラいいじゃないか、ゴリラいいよ、筋トレやってんだよね。だって君もゴリラみたいになりたくて筋トレしてるんでしょ。違う、まさかミミズみたいになりたいんじゃないよね。ゴリラみたいになりたい、ゴリラがかっこいいと思ってるんじゃない、君も。そうでしょ。実はね柴崎もね、そう、君と同じくらいの時ね、もう筋トレ夢中でした。うん。ね、柴崎柔道部だって、柔道やってたってお話したことあるけどね、だ筋トレもものすごくやったんですよ。本当に、もう、あんまり言うと自慢話しかなってやめようか。ここなんかもね、すごく、脅威なんかもすごく大きかったです。ね、だ柴崎もね、ゴリラみたいになりたかったんだよ。本当。だってゴリラって知ってる？知ってるよね。ゴリラのオスはね、背中は白いんだ。シルバーバックって言うんだね。かっこいいよ。だから君はね、ゴリラって言われてるのはバカにされてるわけじゃないんださ。ね、みんながすごいな、羨ましいなと思ってるからそう言うんだよ。だから自分で言おう、お、俺はゴリラだぞって。ね。それを逃げるんじゃダメではないか。君ゴリラになりたいんでしょ。ね、ゴリラの浜さん頑張ってね。はい、ということで、ね、皆さんもいろいろね柴崎に聞いてみたい、ね、質問したい、あると思うんですね。インスタグラムのダイレクトメッセージにね、お寄せください。あ、今回の動画面白かったなと思える方は評価と、そして
チャンネル登録もよろしくお願いいたします、最後までね見てくれて本当にありがとうございました。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。